それでは今日の本日のメインイベントの WBC 世界バッティング球タイトルマッチを戦いました中谷潤人選手の試合後の記者会見を始めさせていただきたいと思います。まず、先に代表の方から何点か質問をさせていただきます。まずは試合を終えた率直な感想をお願いいたします。そうですね、まずはホッとしてるっていうのと、ノックアウト負けのない選手に対してしっかり倒して勝ったっていうことは良かったかなというふうに思います。今の内容と少し重複してしまいますが、改めて試合内容、今シーンのボクシングについて振り返っていただきます。ペチ選手は来る選手だっていうふうに戦う前から思ってたので、最初の入りっていうのはなるべくディフェンシブルに、相手の距離っていうのを勉強しながら戦っていかないといけないなっていうふうに思ってたので、そこら辺で、多少時間を要しましたけど、しっかり勉強してパンチの入るタイミングだったりそういったところを見極めながら組み立っていけたっていうのは、チームの言葉もそうですけど、その中で自分もこう考えながらやっていけたっていうのは良かったかなと。改めて6ラウンドのダウンシーンについて振り返っていただきたい。あまりこう効いてる感じっていうのは自分自身はあんま感じなかったので、あまりこう前に行きすぎずこうニュートラルな状態でパンチを出していくっていうことを意識しながらやっていけたんで、こう相打ちでもらったりっていうこともなくしっかり仕留められたかなと思います。田村の会場にも、本日の中谷選手の試合振り返っていただきたい。そうですね、まず1ラウンドに感じたことは、相手が、タフな選手、クリーンヒットもあったんですけど、タフな選手だなっていうのと、また同時に中谷チャンピオンがジャブがすごくいい、スピードが今回すごく生きてるなっていうふうに感じまして、で、そこからの展開で、タフなながらもなんか蓄積があったのかなって思いました。ただ危険なパンチも攻防の中でね、あったんで、本人もね、注意しながら、被弾しないように注意しながら、だんだん崩していって、こういう結果になったかなっていうふうに思います。中谷選手にお伺いします。一部では、この試合勝って、で、昨日の井上拓磨選手が勝った場合は、今後もしかしたら統一戦かみたいな話もちょっと出てたかと思います。今それがちょっと相手が負けてしまって、なくなってしまったということですか。その辺についてはいかがでしょうか。戦う前から拓磨選手と堤選手がどっちが勝つかっていうのは分からなかったので、もちろん流れ的には拓磨選手っていう空気感はありましたけど、そこら辺はもう流動的な部分なので、チャンピオンになった選手とやっていくことが僕の目標なので、もちろん評価のある選手と僕はやりたいなというふうに思っているので、そこら辺で、誰になるか、ここからまだ試合も見てないので、しっかり見て評価して自分自身を高めていけたらなというふうに思います。最後になりますが、今後について言える範囲で大丈夫ですか。統一戦なのかとか、女子会を挙げるとかいろいろ選択肢あるかと思いますが、いる範囲で今考えていくでしょうか。ずっと、言ってるのが統一戦なので、その統一戦を、次にでもやりたいなという気持ちは強く思います。具体的に誰かが挙げるとしたら、まだ昨日の試合見てないので何とも言えないですけど、チャンピオンであれば誰でもっていうスタンスです。では代表からは以上となります。